はい、皆さんこんにちは。今回は日本の経営者は帰化人ばかりについてです。日本の経営者が帰化した方であるか確認しました。帰化していない在日の方も合わせてご紹介いたします。あらゆる分野で検証していますが、日本の経営者はどうなのかを皆さんと確認したいです。はじめに原田栄光さんです。原田栄光さんは日本の実業家、エンジニア、アップルコンピュータ株式会社社長、日本マクドナルドホールディングス株式会社社長、株式会社ベネッセホールディングス社長、日本を代表する経営者です。アップルコンピュータ日本法人社長、日本マクドナルドホールディングス CEO を務めております。アメリカを代表する巨大企業の日本社長のように私は感じました。原田栄光さんは1948年昭和23年12月3日生まれです。昭和48年2月19日の官報に載っています。拡大します。民族名金栄光、通名原田栄光、1948年昭和23年12月3日生まれ。通名と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことを確認いたしました。確かに金栄光とあります。日本を代表する企業経営者は帰化していました。次はアミューズメントレジャー業界の大手、ノブタエンタープライズです。パチンコ店、ゴルフ場、ゴルフ練習場、レストラン、レジャー施設、商業施設を事業としています。売上高2091億円、従業員数3790名と大企業です。代表取締役社長、ノブタ直弘さん。専務取締役、ノブタ聡さんです。昭和50年10月9日の官報です。拡大します。民族名デン直弘、通名ノブタ直弘さん。民族名デン聡、通名ノブタ聡さんということで、一緒に帰化されておりますことが確認できました。ノブタグループ元会長ノブタ邦夫さんが郷ひろみさんと原監督と親しかったと記事がありました。先ほどの官報ですが、ノブタ邦夫さんも一緒に帰化されております。民族名デン陽国さん。原監督と郷ひろみさんと親しいと書かれています。分野を超えて在日の方のネットワークがあるのかもしれません。続きまして、アンダーツリーです。アンダーツリー株式会社、パチンコ店を経営する企業。店舗数ではダイナムマルハに次ぐパチンコ店業界第3位。社名は創業者の名字木下を英文に直訳したことに由来するそうです。ツリーアンダーということで、売上高2554億円、従業員数3643名と大企業です。代表取締役会長木下春夫さん、取締役木下雅子さん、もう一人取締役木下晋作さんと、木下一族の会社です。昭和55年7月22日の官報です。拡大します。木下春夫さん、民族名宋光輝さん。木下雅子さん、民族名パク春子さんで、右下ですね、木下晋作さんは民族名宋晋作さん、木下一族は宋一族のようです。で、左上拡大しまして、木下春夫さんが民族名宋光輝さん、木下雅子さんが民族名パク春子さんと書かれております。右下ですね、木下晋作さんが民族名宋晋作さんとあります。帰化されておりますことが確認できました。次は蔡真澄さんです。蔡真澄さんは日本で活動するエコノミスト、実業家、株式会社グッドニュース&カンパニーズ代表取締役、東証マザーズ顔ナビ社外取締役、日経 CNBC 経済解説委員、東京証券取引所資本市場講師などです。蔡真澄さんは1983年昭和58年1月17日生まれです。平成19年3月27日の官報です。拡大します。蔡真澄さんそのまま、1983年昭和58年1月17日生まれと、名前と生年月日が一致しておりまして、帰化されておりますことが確認できました。大企業の経営者ではありませんが、日本の経済界を考えていく方です。そういう方も帰化している方である一例です。まだまだ大企業の経営者を確認していきます。今までの認識と同じであったかどうか皆様にご覧いただきたいです。またもし帰化した方々が多いならば、その理由を考えたいと思います。